ヤボル公国は、シロンスク公国軍を構成していた公国の一つで、首都はヤボル。ヤボル上ヤボル公国は1274年、定地シロンスクのレグニザコ公ボレスワフ二世が、長男のヘンリク五世に与えた地域であった。1278年、父の後を継いで、レグニザ公爵になった、ヘンリク五世は、ヤボル一帯を、弟のボルコ一世に譲った。 ボルコ一世は1286年に死んだ弟、ベルナルトからルブベクを相続し、1291年には、兄ヘンリック五世からシフィドニツァ及び、ジェンビセを譲られた。両地域はもともと、重帝のヘンリック四世の死後に、ヘンリック五世が取得した、ブローツワフ広告に属していた。広告は短期間やボルシフィドニツァ広告となった。 ボルコ一世の息子たちが1312年に広国を分割相続したとき、シフィドニツァとジェンビツェは、ヤボル公国から分かれ、ヤボルは、次男のヘンリク一世が奉仕した。ヘンリク一世が1346年に死ぬと、ヤボルは、老いのシフィドニツァ公ボルコ二世によって相続され、同時に、シフィドニツァとの再統合がなされた。ボルコ二世は、ボヘミア王国に対して、 独立を維持していたシロンスクピャスト家ケ最後の公爵で、あったが、後を継ぐべき子供がなく、1353年に、名のアンナと結婚した新生ローマ皇帝兼、ボヘミア王カール4世との間で相続に関する協定を結び、自分の死後は、両国がボヘミア王国に併合されることを了承した。ボルコ2世は1368年に亡くなり、医療を管理していた。 公爵組亡人アグネスが1392年に死ぬと広告は正式にボヘミア王官僚の一部となった。ありがとうございます。